ちのお酒って大体お一人年間一升瓶一本召し上がっていただければ全部なくなってしまうぐらいの量しか作ってない酒蔵なんですね。この地元で特にこの地元の、美味しいものと一緒に、あるいはこの、地元のきれいな空気の中で我々のお酒を召し上がっていただいた方が美味しく味わっていただけるんじゃないかなと、そういう思いもあってですね、我々主に地元でお酒を売っていこうという、そういうスタンスでいるというところですね。我々お酒作りを9月の1日から始めています。そして、大体、3月の末ぐらいまでに、仕込みの作業といってですね、蒸し米と麹と水とを合わせて、タンクの中に仕込む、そういう作業を、終えます。タンクの中に仕込んで終わりではなくて、そこから発酵が進んでいくわけでして、それが大体、約1ヶ月間、今年ですと4月の20日ぐらいに、全ての発酵が終わって、それを絞ってお酒にして、で今年の作りを終わりとなる。この作りが全部、お酒が絞り終わって作りが終わることを改造と呼びます。はい。で、今日はですね、もうちょうど作り止めが終わって、あとはお酒が発酵するのを待つようになると思います。蒸し米を冷やして、今度はそれに、麹菌を振りかけて麹を作るんですよ。で、この麹というのは日本酒作りでは非常に大切な、ものになっていまして、全てのお酒というのは、糖分、いわゆるグルコース、あるいは、もうちょっとグルコースの大きいいくつかくっついた多糖類を、酵母が食べてアルコールに変えていくわけですけれども、日本酒の場合は原料のお米にグルコースがないんですね。で、じゃあどうするかというと、この麹菌が作る糖化酵素を使ってお米の中のでんぷん質を、酵素で分解していくわけです。でんぷん質を分解していくと糖分、いわゆるグルコースという一番小さな糖にまでなるんですけれども、その、糖分を、清酒酵母が食べてアルコールを発酵する、そうやって日本酒を作るわけです。で、日本酒作りの味を決めるというのがこの麹の作り方、甘さだとか旨味だとかがどれぐらい出てくるかっていうのは変わってくるんです、はい、非常に重要なところがその麹です。で、ここは、我々が、お酒を、実際に発酵させている、場所になります。そうですね、まだまだ作り止めになったばかりですから、発酵している最中のものがたくさんあります。この中に、清酒酵母、あるいは、我々が作った麹と、あと先ほど蒸し上げた、蒸し米、かけ米が入ってですね、このように発酵していると。この泡がプツプツ出てくるのは、清酒酵母が糖をアルコールに変えるときに同時に二酸化炭素が出てくるんですよ。その炭酸ガスがこうやって上がってくるんですね。で、炭酸ガスとともに、清酒酵母が作り出した香りの成分、こういったものも上がってきて、今多分香りを嗅いでいただくと、とてもこう華やかな香りがするかと思います。実際にこの生のお酒っていうのはこれだけ華やかな香りがしてるんですね。これは北総産油という名前つけて我々販売している純米酒のもろみです。で、仕込んで間もなくはこのように、溶けたお米とですね、あるいは発酵で出てくる炭酸ガスで、こんなのこうふわふわとした泡が出てくるんですね。で、この泡の中に、酵母がいるんです。1ヶ月弱で、美味しい日本酒になるということですね。元気よく酵母が発酵しているかどうかというのは意外と音を聞くというふうに言われています。今日これから絞るお酒です。ある程度発酵が進んでくると、もうあとは酵母のこうプツプツ出てくるのも
ほとんどなくなってきてですね、それで甘く頃合いを見て絞ると、地のものと一緒に我々のお酒を味わっていただけたら、旅する人にとっては一番の、思い出になるんじゃないかなというふうに思います。